アルキメデス、アルキメデス、アーカミです。紀元前287年紀元前212年は古代ギリシャの数学者、物理学者、技術者、発明家、天文学者、古典古代における第一級の科学者という評価を得ている。アルキメデスの人生の記録は彼が母子し,してから長い時間が過ぎた後に古代ローマの歴史家たちによって記録されたため、 全容をつかめていない。アルキメデスの友人のヘラクレーデスも、伝記を書き残したと言われるが、失われてしまい細部は伝わっていない。シラクサ行為を記した、ポルビオスのユニバーサルヒストリー、普遍詩には70年前のアルキメデスの死が記されており、これは、プルタルコスやティトゥス・リウィウスが出展に利用している。この書では、アルキメデス個人にも、若干触れ、 また街を防衛するために、彼が武器を製作したことも言及している。アルキメデスは、紀元前287年、マグナグラエキアの自治植民都市である、シケリア島のシラクサで生まれた。この少年は、ビザンチン時代のギリシアの歴史家設営スが主張した、アルキメデスは、万75歳で募集したという意見から導かれている。砂の計算の中でアルキメデスは、父親を、 無名の天文学者、ペーディアス、フィデュースと告げている。プルタルコスは、著書、大比列伝にて、シラクサを統治していた、ヒエロン二世紀の演者だったと記している。アルキメデスは、サモスの、コノンやイラトステネスがいた、エジプトのアレクサンドリアで問いを収めた可能性がある。アルキメデスは、サモスの、コノンを友人と呼び、幾何学理論、アルキメデスの無限症や、 牛の問題にはエラトステネスに当てた序文がある。アルキメデスは紀元前212年第二次ポエニ戦争でローマのマルクス・クラウディウス・マルケルス将軍がシラクサを占領した時に死んだ。プルタルコスの説によるとアルキメデスの評判を知っていたマルケルスは彼には危害を加えないように命令を出した。アルキメデスの家にローマ兵が入ってきた時、 アルキメデスは砂に描いた図形の上に鏡込んで何か考え込んでいた。アルキメデスの家とは知らない。ローマ兵が名前を聞いたが、没頭していたアルキメデスが無視したので、兵士は腹を立てて彼を殺したという。アルキメデス最後の言葉は、図を壊すな。だったとも言う。マルケルス将軍は命令にもかかわらず、アルキメデスが殺害されたことに起こった。 アルキメデスの墓は彼自身が好んだ、数学的証明を題材に選ばれ、同じ径と高さを持つ玉と円筒のデザインがなされたと伝わっていた。彼が亡くなってから137年後の紀元前75年、ローマの雄弁家、マルクス・トゥリウス・キケロが、クワエストルとしてシチリアに勤めていた頃、アルキメデスの墓について聞いた。場所は伝わっていなかったが、彼は探した末に、 白草のアグリ・ジンタイン門の近く、低木が茂る、帰り見られない場所に墓を見つけ出した。キケロが墓を清掃させたところ、彫刻がはっきりわかるようになり、死を含む秘文も見出せるようになった。最も広く知られたアルキメデスのエピソードは、アルキメデスの原理を思いついた経緯である。ヒエロン二世は、金細工職人に金塊を渡して、 神殿に奉納するための誓いの王冠を作らせることにた。しかし王冠が納品された後、ヒエロン王は金細工士が金を盗み、その重量分の銀を混ぜて誤魔化したのではないかと疑い出した。もし金細工士が金を盗み、金より軽い銀で混ぜ物をしていれば、王冠の重さは同じでも、体積は元の金字金より大きい。しかし体積を再確認するには王冠を、 一旦溶かし、体積を計算できる単純な立方体にしなくては、ならなかった。困った王はアルキメデスを呼んで、王冠を壊さずに体積を測る方法を聞いた。アルキメデスもすぐには答えられず、一旦家に帰って考えることにした。何日か悩んでいたアルキメデスは、ある日、風呂に入ることにした。浴槽に入ると水面が高くなり、水が円から溢れ出した。 これを見たアルキメデスは、王冠を水槽に沈めれば、同じ体積分だけ水面が上昇することに気がついた。王冠の体積と等しい、増えた水の体積を測れば、つまり、王冠の体積を測ることができる。ここに気がついたアルキメデスは、服を着るのを忘れて、表に飛び出し、ヘウレいか、ヘウレか。わかった。わかったぞ。と叫びながら、裸のままで通りを駆け出した。 確認作業の結果、王冠に銀が混ざっていることが確かめられ、不正がバレた金彩駆使は死刑にされてしまった。この黄金の冠の話は、伝わっているアルキメデスの著作には見られず、アルキメデスが没してから約200年後、ウィトルウィウスが表した文献に記述されているエピソードである。さらに、比重が大きい金の体積をこの方法で調べようとしても、 水変動が小さいため測定誤差を無視できないという疑問も提示されている。実際には、アルキメデスは自身が論述、二体の原理で主張した、今日、アルキメデスの原理と呼ばれる流体生理器学上の原理を用いて解決したのではと考えられる。この原理は、物質を流体に浸した際、それは押しのける流体の重量と等しい浮力を得ることを主張する。 この事実を利用し、天秤の一端に吊るした冠と釣り合う質量の金をもう一端に吊るし、冠と金を水中につける。もし冠に混ぜ物があって比重が低いと体積は大きくなり、押しのける、水の量が多くなるため冠は金よりも浮力が大きくなるので、空中で釣り合いの取れていた天秤は冠が上に傾くことになる。 ガリレオ・ガリレイもアルキメデスはこの浮力を用いる方法を考えついていたと推測している。工学分野におけるアルキメデスの業績には彼の生誕地であるシュラクサに関連する。ギリシア人長術家のアテナイオスが残した記録によるとヒエロン2世はアルキメデスに観光、運輸、そして海線用の巨大な船、シュラコシア号の設計を依頼したという。 シュラコシア号は古代ギリシアローマ時代を通じて建造された最大の船でアテナイオスによれば登場員数六百、船内に庭園やギムナシオン、さらには女神、アプロディーテの神殿まで備えていた。この規模の船になると浸水も無視できなくなるため、アルキメデスはアルキメディアンスクリューと名付けられた装置を考案し、溜まった水をかき出す工夫を施した。これは遠筒の内部に 螺旋状の板を設けた構造で、これを回転させると低い位置にある水を組み上げ、上に持ち上げることができる。ビットルウィウスは、この機構は、バビロンの空中庭園を考えするためにも使われたと伝える。現代では、このスクリューは、液体だけでなく石炭の粒など個体を搬送する手段にも応用されている。アルキメディアンスクリューは、ネジ構造を、 初めて機械に使用した例として知られている。ネジ構造はアルキメデスのような天才にしか思いつかないという人もおり、実際に中国でネジ構造を独自に機械として使用することはできなかった。ネジは中国で独自に生み出されなかった唯一の重要な機械装置であるとも言われる。アルキメデスの鍵詰めとは白草防衛のために設計された兵器の一種である。 シップシェーカー、ザ・シップシェーカーとも呼ばれるこの装置は、クレーン状の腕部の先に吊るされた金属製の爪を持つ構造で、この鍵爪を近づいた敵船に引っ掛けて、腕部を持ち上げることで船を傾けて転覆させるもので、ある。2005年、ドキュメント番組、スパーウェパンス・オブ・ザ・インシャント・ワールドでこれが制作され、実際に役に立つか検証してみたところ、クレーンは見事に機能した。 二世紀の著述カルティアノスは、紀元前214年、紀元前212年の白草包囲の際に、アルキメデスが敵戦に火災を起こして撃退したという説話を記している。数世紀後、トラレスのアンテミオスは、アルキメデスの兵器とは、太陽熱取りレンズだったと助述した。これは、太陽光線をレンズで集め、焦点を敵艦に合わせて火災を起こしていたもので、 アルキメデの熱光線と呼ばれたという。このようなアルキメデスの兵器についての言及は、その事実関係がルネサンス以降に議論された。ルネデカルトは否定的立場を取ったが、当時の科学者たちはアルキメデスの時代に実現可能な手で検証を試みた。その結果、念入りに磨かれた聖堂や銅の盾を鏡の代用とすると太陽光線を 標的の船に集めることができた。これは太陽炉と同様に放物面反射器の原理を利用したものと考えられ、1973年にギリシアの科学者イオアニス・サッカスがアテネ郊外のスカラガマス海軍基地で実験を行った。縦5フィート、約1.5メートル横3フィート、約1メートルの銅で被膜された鏡70枚を用意、約160フィート、 約50メートル先のローマ軍艦に見立てたベニヤ板製の実物大模型に太陽光を集めたところ数秒で船は炎上した。ただし模型にはタールが塗られていたため実際よりも燃えやすかった可能性は否定できない。2005年10月マサチューセッツ工科大学 MIT の学生グループは一辺1フィート約30センチメートルの四角い鏡127枚を 用意し、木製の模型船に100フィート、約30メートル先から太陽光を集中させる、実験行った。やがて反転状の発火が見られたが、空が曇り出したために10分間の照射を続けたが、船は燃えなかった。しかし、この結果から、気候条件が揃えばこの手段は、兵器として成り立つと結論づけられた。MIT は同様な実験を、テレビ番組、 怪しい伝説と共同し、サンフランシスコで木製の漁船を標的に行われ、少々の黒焦げとわずかな炎を発生させた。しかし、白草は、東岸で海に面しているため、効果的に太陽光を反射させる時間は朝方に限られてしまう点。同じ火災を起こす目的ならば、実験を行った程度の距離では冷ややカタパルトで入れる、太屋の方が効果的という点も指摘された。 テコについて記述した古い例は、アリストテレスの流れを組む商用学派や、アルキタスに見られるが、アルキメデスは、平面の釣り合いについてにおいて、テコの権利を説明している。4世紀のエジプトの数学者パップスは、アルキメデスの言葉、私に視点を与えよ。そうすれば、地球を動かしてみせよう。を引用して伝えた。プルタルコスは、 船員が非常に重い荷物を運べるようにするために、アルキメデスがブロックと滑車機構をどのように設計したかを述べた。また、アルキメデスは第一次ポエニ戦争の際に、カタパルトの出力や精度を高める工夫や、オドメーター、距離計も発明した。オドメーターは、歯車機構を持つ荷車で、決まった距離を走るごとに弾を箱に落として知らせる構造を持っていた。 マルクス・トゥウディウス・キケロは、問答法の著作、国家論にて、紀元前129年にあった逸話を再録している。紀元前212年に、白草を占領した将軍、マルクス・クラウディウス・マルケルスは、2台の危機器をローマに持ち帰った。これは、太陽と月、そして五惑星の運行を模倣する、天文学用危機器であり、キケロは、 タレスやエウドクソスが設計した同様の危機器にも触れている。問答では、マルケルスは独自のルートを経由し、シラクサから持ち帰って一台を手元に止め、もう一台は、ローマの美徳の神殿、ビルトゥースの神殿、テンプルオブバーチューに寄贈した。キケロは、マルケルスの危機器について、ガイウスするピキウスガルスが、ルキウスフリウスフィルスに説明する下りを残している。 これはまさにプラネタリウムか太陽経緯の説明である。アレクサンドリアーノ・パップスは、現代では失われたアルキメデスの原稿でこれら機器の設計について触れていると述べた。近年、アンティキティラ等の機械やギリシア・ローマの古典時代に同じ目的で製作された機械類の研究が行われている。これらは以前はオーパーツ視されていたが、1902年に発見された。 アンティキティラ等の機械を通じて古代ギリシア時代には気候の重要部分にあたる作動装置の技術は十分に実用可能な域に達していたと確認された。アルキメデスはまた数学の分野にも大きな貢献を残した。級数を放物線の面積、円周率計歩きなイ数ら線の定義、回転面の体積の求め方や対数の奇数法も考案している。 彼が物理学にもたらした革新は流体生理器学の基礎となり、生理器学の考察はテコの本質を説明した。アルキメデスは現代で言う積分法と同じ手法で無限小を利用していた。配理法を用いる彼の証明では、解が存在するある範囲を限定することで任意の精度で解を得ることができた。これは取りつく手法の名で知られ、円周率パイ。 パイの近似値を求める際に用いられた。アルキメデスは、一つの円に対し辺が接しながら、それをくるみ入れる、大きな多角形と、円の中で頂点が触れながらすっぽり収まる、小さな多角形を想定した。この二つの多角形は、辺の数を増やせば増やすほど、円そのものに近似していく。アルキメデスは九十六角形を用いて、円周率を試算し、二つの多角形からこれは三。 約3.1429と3、約3.1408の間にあるという結果を得た。また彼は、円の面積は半径で作る正方形に円周率を乗じた値に等しいことを証明した。玉と円柱についてでは、任意の二つの実数について、一方の実数を何度か足し合わせる、ある自然数を受けると、必ずもう一つの実数を上回ることを示し、これは実数における、 アルキメデスの性質と呼ばれる。演習の測定にてアルキメデスは3の平方根を約1.7320261と約1.7320512の間と導いた。実際の3の平方根は約1.7320508であり、これは非常に正確な見積もりだったが、アルキメデスはこの結果を導く方法を記していない。ジョン・ウォリスはアルキメデスは 結論だけを示し、構成に対して、方法をそこから引き出させようとしたのではと考察している。玉の体積は無限小、積分を用いることで公式を発見した。また玉の表面積は無限小、積分、カバリエリの原理を用いることで公式を同じ高さの、円柱の側面の表面積と等しいことを示した。放物線の旧積法であるキメデスは、 放物線が直線で切られた部分の面積が放物線と直線の交点と直線と平行な接線が接触する3点を頂点とする三角形の面積の倍になることを証明した。これは無限級数と公比を用いる。最初の三角形の面積を1とし、この三角形の2辺を合線とし、放物線の隙間に同様な手段で2つの新しい三角形を想定すると、 この面積の和は一四となる。これを無数に繰り返して、放物線の切片を取り尽くすと、面積は、となる。砂の計算では、アルキメデスは、宇宙空間を砂で、すべて充填するとしたとき、果たして、何、粒が必要かという試算に挑んだ。ジェロ、王、ヒエロン二世の息子をはじめそのような数は無限と言える。棒なものとしか捉えられない中、アルキメデスは、ミリアド、 という古代ギリシアで1万を表す単位をもとに、対数単位を設定し、最終的に宇宙を埋める砂の数は10、千なゆたを超えないと消続けた。また、ゼロの対極にある無限集合の概念に到達していたらしいという新しい資料が発見されている。彼は革新的な機械設計にも秀いで CG エンジニア彼の名を冠したアルキメディアンスクリューなどでも知られる。 また、数々の武器を考案したことでも知られ、シラクサの戦いにおいて、テコを利用した投石機を用いて、敵の海軍を打ち破った。ギリシア的学問は、純粋に論理を展開することに、美しさを見出して重視し、実利的、英利的な技術などの知識はむしろ軽蔑された。プルタルコスは、大比列伝、英雄伝にて、彼、アルキメデスは、 純粋なる施策にすべての愛情と待望を注ぎ、俗な実用的応用を論及したことは皆無だと言い切れると記したと書いた。ただし、ソクラティスのように実理性があれば必要だとしても、実理性ない学問は意味がないとする哲学者もいた。この二つの側面を合わせ持つアルキメデスは、数学に限らずこの時代の学者としては異例な存在だった。しかし、 この矛盾する二つの側面を、アルキメデスは共存させながら、ピタゴラス的な数の概念とは大きく異なる、天文学的数字を砂の計算で想定したり、現代の積分法につながる方法で面積を求めつつ有毒素数の方法で証明し直したりと、事故内に相告を見せた。だが、このような論理と技術のせめぎ合いは特に近代、ヨーロッパ以降で表面化した数学の現象であり、 それが数学を進歩させた原動力となった。アルキメデスが生きた時代には、このような矛盾をはらんだ発展は望むべくもなく、彼以後のギリシア数学は境外化した権威に沈んだ。月の北緯25.3度整形4.6度には、アルキメデスの名を冠したクレーター、アルキメデスがあり、小惑星、アルキメデスも彼の名に由来する。フィールズメダルは、 アルキメデスの横顔衣装とし、その周囲には、ラテン語で、彼の言葉、ライズアワブワンセルフグラスプザワールドが国名に、使われている。そして、裏面には、彼が、その関係を発見した玉と円柱が描かれている。アルキメデスの肖像は切手にも用いられ、スペイン、1963年、ニカラグア、1971年、ドイツ民主共和国、1973年、 サンマリノ、1982年、ギリシア、1983年、イタリア、1983年と、多くの国で使われた。アルキメデスの数学に関する記述は、古代においてほとんど知られていなかった。アルキメデスの著述は古代シラクサで使われたギリシア語の方言ドりリス地方語であった。ただし彼の著作は、エウクレーデスのもの同様に原点は伝わっておらず。 七つの論文は他者の参照などから判明しているに止まる。アルキメデスは存命中アレクサンドリアの数学者たちと交流をもいたことも手伝い。この地ではアルキメデスの論説を引用した例があり、パップスは多面体の考察を通じてアルキメデスの失われた著作、オンスフィアーメイキングや他の施作に触れ、アレクサンドリアのテオンは 屈折に関する言及の中でやはり失われた、キャタアプテリカ、反射工学を参考にしている。東ローマ帝国の建築家ミレトスのイシドロス、530年頃は、アルキメデスの著作を収集し、6世紀にアスカロンのエウトキオスが注釈を加えて、世に知らしめた。その後、アルキメデスの仕事は、サービトイブンイコールクラ。 836年901年がアラブ語へ、クレモナのジェラルド1114年1187年がラテン語へ翻訳した。ルネサンス期には1544年にヨハン・ヘルバーゲンがギリシア語とラテン語でアルキメデスの仕事を含む最初の工程版エジチオ・プリンケプスをバーゼルで発刊した。 多くの科学者にインスピレーションを提供する役目を持ち1586年頃、ガリレオ・ガリレイは、アルキメデスの仕事にヒントを得て、空気と水で金属の重量を計測する天秤を開発した。最も近年発見された、アルキメデスの著作は、アルキメデス・パディンプセストである。1906年、デンマーク人の教授ヨハン・ルーズビー・ハイベアが、 コンスタンティノープルで1229年に完成し174ページのヤギ川紙の祈りの書を調査した際、それがパリンプセスと一度書かれた文字のインクを削るなどの方法で消し、別な文字を上書きされたものであることを発見した。調査の結果、ヤギ川紙にかつて書かれていた文章は、それまで知られていなかったアルキメデスの定義を10世紀に移したものと判明した。 数百年コンスタンティノープルの修道院図書館に所蔵されていたこのパリンプセストは1920年代に民間へ売りに出され、1998年10月29日にはニューヨークのクリスティーズで競売にかけられ、匿名の落札者が200万ドルで入手した。その後落札者は写本の情報をデータ化するため、素粒子物理学者など多様な解読の協力者を集め、 解読プロジェクトを始めた。彼らは画像を撮るため、本の背の糊を取り除き解体し、礼拝時にろうそくを使用したため付着したろうも取り除き、断片を元の場所に当てがった。そして様々に波長を変えた光を紙に当て画像を合成し、金箔で覆われている部分については、蛍光 X 線分析を行い、インクに含まれる鉄成分の分布を調べた。 このパリンプセストは唯一のオリジナルであるキリシア語で書かれた二体の原理を含む七つの論文が写されていた。ここにはすでに失われてしまった数打辞典を参照した方法について唯一の情報があり、ストマッキオンも以前には発見されていなかった切断パズルがより完成度が高い解説付きで見つかった。他の四つは平面の釣り合いについて螺旋について 円周の測定、玉と円柱についてである。合わせて、ヒュペレーデスの演説やアリストテレスの文章の注釈書も発見された。このパリンプセストは現在メリーランド州ボルチモアのウォルターズミュージアムに保管され、隠された文字の全貌を明かそうと、紫外線や X 線照射など先端技術を用いた研究が行われている。円の性質について15の定義が書かれた。 アルキメデスの補助定理集、またはレバー・アサンプトレムはアラブ語で書かれた写しが知られている。学者の T ・エルヒースとマーシャル・クラーゲットは、現在確認できるこれらの書がアルキメデスの著作をそのまま伝えているとは考えにくいと主張し、他の人物が引用しながら変更されたものだと述った。そして、この元になった考察はアルキメデスの初期の著述であり、 これは失われていると述べた。また、三角形の面積を求めるヘロンの公式も、アルキメデスの発案に厳選があるとも唱えられた。しかし、この公式について、信頼に足る証拠は一世紀にアレクサンドリアのヘロンが提唱したものしかい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。